皆さん、こんにちは。手作り石鹸、サボンデシエスタの月島彩子です。7月13日木曜日、今日もインスタライブを配信させていただきます。今日はね、札幌、朝からなんかこう、雨が降りそうな、かなり重い雲で、ちょっとジメジメしているんですけれども、なんか明るく、どんどん行きたいなと思います。ぜひ、最後までご視聴ください。で、今日はいつもね、最近インスタライブの時に目次を作るんですけれども、プリンターの調子が悪くて目次が印刷できなかったので、口頭でちょっと今日お話しする内容をご紹介したいと思います。今日大きく3つご紹介をさせていただこうと思います。1つ目が、今ご予約を受けたまわっている定期コース、大人サファダピンを実際にもう何年もやっているコースなので、申し込んでみてお客様がどんなご感想を持っているかっていうのをご紹介をしたいと思います。で、2つ目が、今日の一品ということで、夏のね、肌の悩み第1位って実は汗もなんですね。で、その汗ものケアをこんな風にシエスタのアイテム使ってするよっていうお話なので、もうね、汗もに悩んでらっしゃる方がいたらぜひ必見の内容になっています。で、3つ目が、シエスタインフォメーションということで、今シエスタでご紹介をさせていただいているイベントだったりアイテムを、ご紹介をしていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。はい、というわけで、まず一番最初ですね、大人サファダピンというシエスタで年に1回お申し込みを受けている定期コースがあるんですね。で、一つが、限定石鹸を毎月お届けするコースで、もう一つがスキンケアができる化粧水とかが入ったコースになるんです。で、去年まではこれ1年コースだったんですけれども、今年から半年ごとのね、もうちょっと申し込みしやすいような半期コースをスタートさせていただきました。で、第1回目のコースは4月からもうスタートしているんですけれども、後半のコースが10月からスタートします。で、そちらのお申し込みを今月いっぱいお受けしております。で、このコースね、もう本当に私たちすごくおすすめで、なぜならば、まずお値段がお得っていうのもあったりとか、いろんなお楽しみがあるんですね。で、届くアイテムは何かっていうと、こちらですね。シエスタのスキンケアができるように、まずお届けする頻度は2ヶ月に1回お届けをさせていただきます。で、その時にお届けをさせていただくのが、まず化粧水。で、それから、石鹸。で、石鹸は、毎月、種類が変わっていて、で、後半は、白樺石鹸と、雪肌石鹸と、ヤギのミルクの石鹸、秋冬にね、ぴったりの、しっかりと乾燥をケアしてくれるタイプの石鹸をお届けします。ね、あとは、大人気の美容オイルですね。で、美容オイルは、こちらのツヤ肌コース。か、あと、モリンガオイルを選べる2コースご用意させていただいているので、肌質に合わせて、どっちのコースにしようかなって選んでいただけるコースになっています。そして、今日の一品でもご紹介をさせていただく、こちらのシュクレですね。で、シュクレについては、毎月のお届けではなく、初回の10月に、こちら、1個、それから、あと、中の詰め替えですね。100グラムが入った。この詰め替えをまとめてお届けをさせていただく形になります。なので、これをね、申し込んでいただくと、洗顔から、保湿、それと肌の角質ケアとか毛穴ケアとか、もうそれがね、一式できるっていうコースになっています。で、もちろん、単体だけ、オンラインショップとかお店でお買い求めもできるんですけど、このコースを申し込んでいただくと、まずね、お値段の方がもう 10%、モリンガオイルを選んでいただくと 10% オフ、それから、ツヤ肌オイルを選んでいただくと 12% オフという、すごいお得な価格になっています。で、その他にも、シエスタでは毎月ね、限定商品を作ってるんですけれども、例えば今月だったらこのラベンダーシリーズ、先月だったらこのミントシリーズなんですが、こういう限定商品が、もういつも 5% 引きでお買い物をいただけてしまうっていうコースなので、本当シエスタをね、愛用してくださっている方には、もう本当にこれは申し込んでいただくと、もうお得しかないっていうコースになっています。で、今日はそれをね、申し込んでいただいたお客様が、実際、どんなご感想をいただいたかっていうのを、ちょっとね、アンケートを取らせていただいたものがあるので、そちらをね、ちょっと今日発表していきたいなと思います。
で、まずね、申し込んでいただいたお客様は、2種類いらっしゃって、もともとシエスタの、アイテムを愛用していた方、それと、あと、初めて申し込んでくださった方も結構いらっしゃって、で、そういう方たちはなんで申し込んだかっていうと、年齢とともにお肌が変わり、自然に近い、そういうナチュラルなものを探していた。で、結構検索を皆さんしてくださって、で、それで、あ、シエスタさんいいねって言って選んでくださる方が多かったですね。なので、もうご愛用くださって、もう肌に合う方っていうの方はもう、本当コメントでね、書いてくださってるんですが、ちょっとね、まあ、安いコースではないんです。やっぱり半年コースなので。だけど、お客様が効果だが、確実に信頼がある。っていう風に書いてくださって、これは私ね、とっても嬉しかったです。もう、ね、信頼していただいて、もういいものを作ってるんですけど、お客様がこう信頼をしてくださるっていうのはもう本当に嬉しかったので、本当にありがとうございます。で、そういう風なきっかけで皆さん申し込んでいただいて、じゃあ、実際に申し込んでみてどうだったのかっていうと、大きく3つご意見があったんです。で、一つ目のご意見っていうのが、やっぱり肌のトラブルが減ったっていうお客様がすごく多かったです。乾燥がなくなったっていうお客様とか、あと、もともと敏感肌で肌に使うものにすごい悩んじゃってたっていう方が、そちらがなくなったっていう方と、あと、私たちの製品、完全にオーガニックっていうわけではないんですが、天然由来の原料 100% で作っているので、それで安心っていうようなお客様がいらっしゃいました。なので、こう、肌が変わった、そのお客様がすごく、もうこれは本当に多かったですね。で、自分で変わったっていうだけじゃなくて、このね、お客様は、年間を通して、こう、化粧水がね、もう手に入って、すごく、時々すいません、品切れしちゃうことがあるので、助かりますっていうことと、あと、ご主人様がね、乾燥がするってよく言ってらっしゃっていて、一緒に使ってくださっているんですね。で、肌がカサカサしていたのが、この定期便で化粧水を使うようになって、肌が乾燥するって言わなくなりました。っていうようなお声もいただいています。で、前回の大人サラダ便の、インスタライブで私この化粧水のことをじっくりご紹介をしているんですが、本当にね、この化粧水はすごくおすすめで、もうこれってないぐらいいい素材を使い、肌に潤いのベールを作るっていう処方にしているので、乾燥肌の方で敏感肌の方にはとってもおすすめです。で、まず肌が変わったっていうお客様。あと、もう一種類いらっしゃってるのが、とにかく香りのことをね、書いてくださる方が多かったです。で、香りもいいし、使い心地もいいし、肌荒れしないので安心して使っていますっていう方とか、結構市販の化粧水だと香りはすごいいいんだけど、使うと肌刺激が強い化粧品が多くて、ちょっと困っていたんだけど、シエスタの化粧水とかは香りがいいのに優しい。っていうふうにおっしゃってくださっています。だと、やっぱり優しくて効果が実感できるのと、香りが強いものは使うとやっぱストレスがあったり、ずっとね、肌に残ったりするじゃないですか。でもそれがないので、すごくいいですっていうふうに言って、とにかく香りを書いてくださる方が多かったです。で、香りって、私、敏感肌の方のために、シエスタは初めて、で、商品も企画をしているんですけど、肌が弱いっていうだけじゃなくて、香りに敏感っていう方も本当に多いなって思うんですね。で、実は私の子供がすごい香りに敏感で、でもお年頃で、先日ね、ちょっと寝癖直しのスプレーを買ってほしいって言われたんです。で、私は、いいじゃん、水でって思ったんですけど、娘がどうしても使ってみたいって言うから、でも絶対に匂いが強くてね、あれだよっていうふうに言ったんですけど、一緒にドラッグストアに行って選んだんです。で、中でも一番弱そうなものを選んだつもりではあったんですよね。で、次の日の朝娘がシュッシュッシュッって使って、ってこう、ドライヤーとかをやっていたら、しばらくしたらママが頭がすごい痛くて気持ちが悪いって言い出したんです。これ匂いが強くて、もうずっと残ってて、もう学校に行けないみたいな感じで、もうとにかく具合が悪くなっちゃって、で、まあ、うちの子は生まれた時からシエスタのアイテムをずっと使っていたので、そのことをね、まあ、インスタとかにも書いたら、あ、そうですねってすごい共感してくださる方が多くて、敏感っていうのは肌だけじゃなくて、その顔、ぜひ敏感っていうのも、まあ、私自身もあまりにも当たり前すぎて、ちょっとすっかり忘れていたというか、もう、それがベースになっていたんですけど、そういうのもあるなって思いました。
なので、敏感肌の方、香りに敏感な方にも安心して使っていただけるコースです。で、あとは定期コースにしたことで、お客様が、こう、買い忘れがないっていうのはすごいありました。で、あと、毎月来ると、ちょっと受け取りに負担がかかるんだけど、シエスタさんの定期コースは2ヶ月に1遍のお届けなので、受け取りにストレスがなくて、すごく良かったですっていう風に言ってくださっている方がいらっしゃったりとか、なんかだんだんネットでポチってするのすら面倒になるので、毎日使うものが定期的に届くのは助かるっていうお客様とか、あと、亡くなる直前にきちんと届くので、安心して使っていただけますっていうお声が多かったです。で、そして、この商品以外のサービスとして、先ほどお話しした、それ以外のアイテムが割引でね、通年通してお買い物いただけるのとか、あと、今日持ってたかな。お届けをするときに、こういう大人素肌ピンの方専用の冊子をお作りして、簡単なね、スキンケアアドバイスを載せさせていただいて、お届けをしてるんですね。なので、こういう一般的な定期ピンっていうのは、こう申し込むと、もうその後は、もうただ物が送られてくるだけっていう感じだけど、支援者さんのは毎月、手にしたときに、手に取った喜びがあるっていうのが、他の定期コースとは違います。っていうふうにお声をいただいていました。で、その時私たち動画もね、制作して、大人さんの旅の方のためだけのちょっとスキンケア動画も作っているので、ぜひそれもね、楽しんでいただけたらなと思います。で、そんな感じで、もう本当に私たちが自信を持ってお届けをさせていただく、この大人便半期コースは、今月いっぱいご予約を受けたまわっています。で、スタートはね、10月からスタートになりますので、ぜひね、気になる方いらっしゃったら、YouTube の方は概要欄のところにリンクを貼っておきます。で、Instagram でご覧くださっている方は、プロフィールのリンクのところに商品ページに行くリンクを貼っていますので、ぜひご覧になってください。はい。というわけで、まず一つ目ですね。この定期便なんですが、今日は、さらに今日の一品ということで、この定期便の中に入っているシクレをちょっとご紹介をしたいと思います。で、夏の、肌トラブルで一番多いトラブルって皆さん何かわかりますか？実は、汗もが一番トラブルで多いんですね。で、私自身ももう本当にもう幼少期からもう めちゃめちゃ汗もに悩んでいて、気温がね、ある程度上がった瞬間、汗もって急に発生するんですよね。で、どういうメカニズムで発生するかっていうと、普段汗ってかくと汗腺からこう出てきて、それが外に出ていくんですけど、夏暑くなってその汗の量が増えたりとか、それから汗がこうペタペタするのにホコリがついちゃったりして、その汗腺が詰まって、で、炎症を起こすっていうのが汗もになるんです。で、一回かいちゃうと、もうものすごく痒くなって、そのまま広がって、もう私小さい頃はもう足の裏の太ももと、それからここですね、がもう本当にいつもひどかったんです。で、北海道に引っ越してきて何が良かったかっていうと、夏の汗もがないっていうのが本当に嬉しくって、もう天国って、まあ、花粉症の悩んでる方が、花粉が飛ばない場所に行くと天国って思うように、私は汗もがない札幌最高って思っていました。ただ、このね、3、4年、札幌もすごく暑くなってきて、ついに私の体の汗も、なんだろう、ピコン、ウルトラソンがつけるみたいな、ピコンピコンピコンっていう、それが反応し始めて、汗もがね、できるようになってきたんですよね。で、そう、もちろんここもできますし、普段はメガネをかけてるので、ここですね、こういうところにもできたりとか、あと、寝てる時に朝起きて汗をかいてるので、もう肌がピリピリと痒いんですね。で、こんな時にちょっとどうしたらいいかなって思ったのが、シクレがいいんじゃないかって思って、シクレを作ってるアビサルジャパンさんの上り立て社長にご連絡をさせていただいたんです。んで、シクレって汗もケアにいいですかって聞いたんですよね。そしたら、もう月柴さんめちゃいいよって言って教えてくださって、もともとこのシクレは大人の方も使いますけど、子供のね、乳幼児のケアにも、スキンケアにも使われていて、で、実際、乳幼児の汗も対策で使われている実績もあったりするそうなんですね。で、なんでシクレがいいかっていうと、シクレって中の成分はこうお砂糖でできているんです。ほぼほぼお砂糖ですね。
で、お砂糖って、結構白いお砂糖って食べるのを最近控える方もいらっしゃるんですけど、実は、化粧水の商品の原料としては、傷をね、癒すお薬として登録をされているぐらい、すごく、傷を修復してくれるそうなんです。で、どれぐらいすごいかっていうと、お砂糖には肌を修復させる力があり、3日で細胞を再生させます。で、加えて、肌を柔らかくして、保湿して、厚生省でも認められてますっていうふうに、ご連絡をいただいたぐらいなんです。で、もともと、シクレって、登り立て社長が、お子さんのアトピーのケアで、シュガーリングっていうアメリカの方法、ちょうどアメリカに研究員で行ってらっしゃって、その時に開発をされた、アイテムなんですけれども、シクレ使うときは、例えばこれね、汗もが痒いところとかだと、お風呂上がりに、濡れてるところにこう、馴染ませていただいて、さっとこう、洗い流してあげる。それだけで、すごく肌の痒みとかが収まりますので、ぜひね、汗も、それからアトピーとかで悩んでらっしゃる方がいたら、お顔だけじゃなくって、ボディケアにも、ぜひ試していただきたいなと思います。で、顔も、私朝起きるともう汗でもう痒くなって、汗も発生、もう1秒前ぐらいな感じの痒さを最近感じるんですね。なので、朝起きたら洗顔、石鹸でした後に、シクレで毎日洗顔をしています。で、そうしたら、今年はもう汗もが今のところまた顔はできそうだけどできない状態をしっかりキープしてくれているので、まあ、嬉しいと思っています。なので、ぜひ試していただきたいんですが、その時にちょっとご注意をいただきたいのが、この定番のシクレはマンダリンとラベンダーの香りで、すごく肌も、にも優しいです。で、今の季節の限定のラベンダーの香りもすごくいいですね。で、ただ、ちょっと、限定のこのミントの香りですね。これは肌にトラブルがない時とかの、毛穴ケアとか角質ケアとかにはすごくいいんですけど、ちょっと汗もができたりとかっていう時、もう炎症を起こしている時には少し刺激になる可能性があるので、ちょっとこれ以外で試していただくといいかなと思います。なのできっとね、本州は、汗もでね、悩まれている方すごい多いと思うんです。女性ってこうやってパック持つでしょ？だからね、ここにすごいできるんですよね。なので、そういう方とかは、ぜひ、ボディケアにね、シクレを試していただけたら嬉しいなって思います。はい。というわけでね、今日の一品はシクレをご紹介をさせていただきました。さて、そんなわけで、シエスタ、今、いろいろとね、ちょっと企画の方も動いています。まず一つ、ね、来週の7月22日10時半からは、毎日の養生初めての一歩という、ワークショップを開催させていただきます。で、こちらは、リリーフウェアさん、丹田パンツを作っているリリーフウェアさんと、それから国際薬膳師の宮本恵子さんを、先生にお呼びして、こう毎日、養生とかね、薬膳とかね、結構ハードル高いじゃないですか。なんか、何から始めたらいいんだろうみたいな。それをすごくわかりやすくご説明してくださるワークショップになっています。ぜひね、こちら、今お申し込み中なので、お立ちいらしてください。これもリンク概要欄と、あと、インスタの方は、今ちょっと貼ってないんですけど、後ほどリンクに貼らせていただきたいと思います。そして、今週末7月15、16日は、シエスタのご褒美アレツということで、バペールさんの、クッキーが、発酵ビスケットが届きます。で、バペールさんの、発酵ビスケット、先ほど、バペールさんのインスタの方に、今回のスペシャルの、蝶々のね、クッキーが載ったビスケットがわーって載ってたんですけども、めちゃめちゃ可愛いので、もしよかったらご覧になってください。で、7月の15日と16日、両方とも数量限定で販売をさせていただきます。もうね、絶対美味しいから、これはね、みんなに、食べて、で、こう、自分へのご褒美をあげるような気持ちで、元気になってもらいたいなと思っております。はい。というわけで、それと、あと、週末は、オープンラボ。それから、これですね。はい、二重可能さんの、展示も、いよいよ今週末までになっています。はい。で、もう、入荷が絶対ないと思っていた、ボディバッグのグレージュの色が、なんと昨日、入荷に M サイズがなったんです。ちょっとこれはね、事件ですよ。
本当にないと思ってたので、はぁ、乳化がっていう感じだったので、ちょっとグレージュの色が気になる方は、今日、明日、早めにいらして、大人気アイテムなので、早めにいらしていただいたら嬉しいなと思います。で、オンラインショップの方はね、ボディパックの方は完売してしまっているんですけれども、こちらのリュックとか、それからトートとか、まだまだご覧いただけるようになってますので、ぜひご覧ください。はい。なんかちょっと朝ね、もう今日ちょっと湿度が高くって、もうなんかちょっと嫌だなぁみたいに思っていたら、インスタライブをしたらすごい元気になりました。皆さん来てくださってありがとうございます。そして次回のインスタライブは、ちょっとスペシャルライブということで、夜の8時から、私自宅から配信をさせていただきたいと思います。で、なんだろう、ちょっとね、初めての内容でドキドキするんだけど、私が使ってるメイク用品をご紹介をしたいと思います。で、ただ私はメイクのプロではないので、こう、上手なメイクとかそういうお話ではなくって、敏感肌の私だからこそ選んだ、このメイク用品、っていうのを、皆さんに、もうね、使ってるやつだから若干使いかけですよ。使いかけですけど、ちゃんとブランドとかがこう、わかるような感じで、ご紹介をしたいと思っています。なので、肌の調子が良くなって、で、それで、じゃあメイク用品使うときに刺激がね、少ないメイク用品って何を使ったらいいんだろうっていう方がいらっしゃったら、ぜひぜひご覧いただけたらと思います。今度の土曜日、20時からインスタライブ配信させていただきます。というわけで今日はお店の方は、この後12時からオープンしております。ちょっとね、お天気、雨模様ですが、ぜひぜひ皆様お立ち寄りください。聞いてくださってありがとうございます。良い一日を。